おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。霊から始める YouTube シリーズやっていきたいと思います。今回はゲームバーについてを勉強していくのぜ。ゲームができる飲食店のことね。聞いたことはあるけど、行ったことはないわね。ゲーマーとしては楽しい場所ではあるが、いろんな問題もあるのぜ。そう言われると気になってきたわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、ゲームバーとは何ぞや、ということだな。行ったことがない人も多そうだしね。基本的には家庭用ゲーム機やボードゲームを楽しみながら飲食ができる店舗のことなのぜ。東京都や大阪府などの都市部を中心に2010年頃から広まり、多様なゲーム機やソフト、ボードゲームを楽しめる場として人気を集めている。仕事終わりや学校帰りにみんなで楽しむには良いところね。アミューズメント施設としては、ボーリングやカラオケなどが定番だが、苦手な人もいて敬遠する傾向もあるからな。新しい選択肢としてもありがたいわね。ゲーマーとして近所にあってほしい施設だが、開業するには普通の飲食店より多くの法律の壁があるのぜ。お店にゲームやテレビを置くだけじゃないの。法律が絡んでいるので、一つ一つ説明していくのぜ。まず、著作権が問題になってくるのぜ。なんで家庭用ゲーム機を遊ばせるだけで、著作権が関係してくるの？映像著作物には上映権というものがあって、無断で公衆に上映されない権利になる。ゲーム映像も著作物であることは、以前のファスト映画の件で、学んだわね。そちらは概要欄にリンクを貼っておくので、よろしくなんだぜ。ゲーム実況は、メーカーのガイドラインで許可されている部分が多いけど、店舗での使用はダメなのね。販売元の許可を取る必要がある。2018年6月に京都市内のゲームバーが、カプコンの許可を得てないとして、著作権法違反で、全国初の摘発をされている。以降も、著作権法違反で摘発、警告で、店舗の閉鎖はあるのぜ。せっかくいいアイディアなのにもったいないわね。あと、著作権法では上映権とともに、頒布権が認められている。難しい言葉が出てきたわね。頒布とは、有償であるかまたは無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、または貸与すること、と規定されている。つまり、どういうこと？著作権利者だけが、販売、貸与、譲渡できるということだな。じゃあ、中古ソフトの販売はどうなるの？あれは著作権者に許可も得てないし利益も入らないわよ。ゲームソフトやビデオ作品の中古販売については、以前に裁判があり、明確な判決が出ているのぜ。ゲームソフトを映画の著作物、と認定し、中古販売の差し止めを争う裁判が、東京、大阪で平成11年に行われ、最高裁で平成14年の判決で、頒布権のうち譲渡する権利はその目的を達成したとして生じんする、との判決が出た。噛み砕いてくれないとよくわからないわね。つまり一度ユーザーの手に渡ったソフトには、著作権者の頒布権はなくなるということだな。この裁判の判決次第では、中古販売がなくなってしまったかもしれないのね。この判例はゲームの歴史でも大きいものなのぜ。それではゲームバーの話に戻そう。ゲームバーの摘発は主に上映権の侵害になる。映画でも注意書きがあるけど、家庭用で楽しんでねということね。上映権の侵害になるのは、公衆に見せることになるのぜ。公衆って具体的にどういうことになるの？不特定または多数の人を言うな。特定かつ少数であれば、問題なくなる。家に友達を呼ぶのは問題ないのね。ゲームバーのお客さんは、不特定に当たるので、人数が少数でも上映権侵害となる。あと、多数の人って何人ぐらいになるの？何人までが少数なのかは、法律上、明確ではないが、一般的な常識で判断されるだろうな。まあ、自宅に何十人も呼べる人は限られているわよね。摘発になった経緯としては、メーカーにとってはメリットがないと判断されたことが大きいと思う。ゲーム実況は、宣伝になるかもということで、認められた経緯があるけどね。ゲーム実況に寛容な任天堂も、営利目的でのゲームバーを認めていない。あの任天堂が認めてくれないと厳しそうね。そのような厳しい状況で、現時点では家庭用ゲーム機を遊べるゲームバーは、あまり残っていないのぜ。せっかく新しいゲームの楽しみ方ができたと思ったから残念ね。ゲームソフトメーカーが許可しても、ハードの著作権者の任天堂などが許可してくれないとダメだからな。
家庭用ゲーム機が置けるゲームバーの復活はメーカー、店舗、ユーザーがウィンウィンになる仕組みが必要になるのね。全国的に摘発されるまでは、数多くの店舗があったことを考えると、需要はかなりあったと思うのぜ。大人になるにつれて、自宅に集まってゲームを遊ぶのはハードルが高くなってくるしね。ゲーマーはもちろんだが、ゲームにさほど興味がない人も興味の入り口になる可能性はあるな。気になる女の子の前で、スーパープレイを見せつけたいって殿方もいそうだしね。ちょっと不純かもだが、そういう形で裾野を広げられる可能性もあるのぜ。そう思うと、本当にもったいない感じがするわね。今後、コロナ禍が落ち着いたら改めてゲームバーの仕組みも改善されてほしいのぜ。確かに今は、みんなで集まってワイワイという感じはどんな形でも褒められたものではないわね。オンライン環境はだんだん進化しているけど、直接なコミュニケーションも大切だしな。皆さんも体調には気をつけてください。コントローラーは定期的な消毒をおすすめするのぜ。いかがだったでしょうか。今回はゲームバーについて語ってみたのぜ。ゲーマーとしては、楽しい場所になりそうだから、今後復活してほしいわね。レトロゲームをみんなで楽しむ場所は本当に欲しいのぜ。ゲーマーとしては、声を上げていきたいわね。このチャンネルでは、有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。レイから始める YouTube シリーズを、日曜日に更新しているので、今後ともよろしくなんだぜ。